はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで今日はまたなんかすごい雪が降って寒い毎日が続いてるわけなんですけれども、今日はサイヒトさん、サイヒト、いつも子供と楽しく見ています。ありがとう。コンビニでこれなんて読むのかな、カラカラカラウオ、新進魚、ホットホットフィッシュ、まあいいや、というカップ麺を見かけたのですが、2なのでぜひレビューお願いします。リクエストいただいたので今日は買ってきました。スガキヤカラカラウオ、カラウマを極めた味ということで、今日はリクエストいただいたのでこちらを食べていきたいと思います。大変辛いラーメンです。辛いものが苦手な方はご注意ください。ホットホットフィッシュ、フィッシュ、後入れ粉末、火薬スープの素、液体スープ、麺はノンフライっぽい縮れ麺。あ、これいいんか、順番間違えた。スーちゃん、まずこの火薬入りスープを入れまして、おー、なんかこんな赤い粉末スープで、はい、じゃあ4分経ちました。うえー、うわー、これちょっと待って、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。カラカラウオ辛すぎちゃうの。私、甘口待ってます。混ぜた感じはこんな感じ。あーはっはっは。これ辛。あー、麺は太めのノンフライ縮れ麺。麺は美味しいんだけど、これすんごい辛い。これすんごい辛い。スコビル辛麺とかより全然辛いですね、これ。でもこの麺はやっぱこのスガキヤ独特の麺の味がします。すごい美味しいです。麺はなんかスープは魚介醤油豚骨みたいな感じなので、スープはすごい美味しいですね。辛いけどなんとか無事食べ終わりました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はスガキヤさんのカラカラウオの紹介でした。これはもしかしたら小さい子にはきついんじゃないかなくらい辛いですけど、サヒトさんよかったら食べてみてはいかがでしょうか。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイウオ、汗すごいわこれ。